さあ最後の第4クォーター、このままただで負けるわけにはいきません。立命館森山高等学校、これより攻守陣地を入れ替えまして、試合は第4クォーターに入ります。なるだけ早くここの攻撃権を入れ替えたいところ。攻撃権はそのまま立命館宇治高校、敵陣41ヤードから。さあまずは27番持たせていく出雲選手のランプレー。立命館宇治高校ランニングバック27番出雲優斗のランプレー、ゲインは4ヤード。さあ4ヤード前進しましてセカンドダウン6。立命館宇治高校セカンドダウン6。ここに選手少しスナップ乱れたか、これはよくタックルしました。立命館森山高等学校16番ですね、川井大輝選手。立命館宇治高校ランニングバック88番磯橋広大なボールを持ちましたが、立命館森山高校ラインバッター16番川井大輝がタックル、3ヤードのロスを奪っています。立命館宇治高校サードダウン、ファーストダウン獲得まで残り9ヤード。さあサードダウンって、サードダウンないんですね。ロスタックを受けてしまいました。今回は小西選手がパスターゲットを探しながらロールして自らボールをキープ。立命館宇治高校クォーターバック7番小西左門のランプレー。はい、検査ありがとうございます。いつも分かりやすい解説ありがとうございます。3ヤードのゲイン。ゲインね、分からないけど。立命館宇治高校ファーストダウン獲得まで6ヤードを残し、ダウンはフォースダウンです。さあフォースはカートフォーメーション、ここでパンターリーチ選手を入れてきました。リーチソラ選手、本日のスターティングメンバーですね。スターターリターゼロ番久保井修選手、21番の磯部力人選手、変わらずですが転がしていく。これは止められないか。タッチバックとなっております。タッチバックです。立命館宇治高校フォースダウンはパントにより攻撃権を放棄。パンター3番井口空のパントにより攻撃権は立命館森山高校に変わります。森山さん焦らず行きたいですね。パントされたボールが直接エンドゾーンに入りましたので、これはタッチバックとなり攻撃権変わりました。立命館森山高校は20ヤードから攻撃開始です。少なくとも、第2クォーターの、ね、最後に1本取れそうだったので落ち着いて得点につなげたいです。立命館森山高校ファーストダウン点。さあファースト3点の攻撃、自陣20ヤードから。ランヘイク入れて金山選手、無償からよくパス取りました。パスはつながりました。立命館森山高校パス成功、ファーストダウン。立命館森山高校高等学校7番金山明人からワイドレシーバー8番トライオーへのパス成功、14ヤードをゲインしファーストダウン獲得です。立命館森山高校自陣34ヤードから新たにファーストダウン点。さあここはゼロアリの久保修選手に持たせるか。ファーストダウン向けてまだ倒れていない。立命館森山高校ランニングバック0番久保井修のランプレー、ゲインは4ヤード。さあ4ヤード前進しましてセカンドダウン6。立命館森山高校セカンドダウン6。さあセカンドダウン6、ファースト更新までは残り6ヤード。パスインコンプリート。立命館森山高校パスを投げましたが、このパスは立命館宇治高校20番ディフェンスワークの森本春樹選手1年生がパスカットしております。ディフェンスバック20番森本優生がパスカット。さあ3番6、確かにスナップちょっと乱れてるかもしれないですね。
森本春樹がパスカットでした。立命館森山高校バスケコーバスター立命館森山高校コーターバスケ7番金山明人からワイドレシーバー81番酒井優斗へのパスが成功。できればこのドライブは立命館森山高校敵陣に入り敵陣46ヤードからファーストダウン10。反則の発生です。これちょっとオフェンスのミスだと思いますね。何かモーションなのかセット位置をそもそも間違えていたのか イリーガルなのか。あ、これスタートですね。立命館森山さんのボールスタートの反則。攻撃側はプレー開始前に1秒以上静止しなければならず開始と紛らわしい急激な動きをしてはならないという反則であります。さあ少し長めのイレガルフォーメーションオフェンスペナルティアディフライネクストセカンドダウンです。あーなるほど、ペナルティーをフライにして攻撃側立命館森山高校にイリーガルフォーメーションの反則。バッククォーターバックを含むバックスが5人以上いたという反則でしたが立命館宇治高校ロスを奪っておりましたのでこの反則を取りません。先ほどのファーストダウンの攻撃大変失礼いたしました。ファーストダウンのプレーが成立です。立命館森山高校セカンドダウン。パスインコンプリート。立命館森山高校セカンドダウンの攻撃でパスを投げましたがこのパスは立命館宇治高校ディフェンスライン11番竹本慎之介がディフレクト。パスをはたき落としました。パスは不成功です。立命館森山高校の攻撃は3回目サードダウンの攻撃。ファーストダウン獲得まで15ヤード。得点につなげたい。サウダン確実につなげたいが漏れてきていたのはキュービーさんです。1番キュービーさん立命館森山高校パスの構えでしたがこれを立命館宇治高校ディフェンスライン81番山口翔太郎がクォーターバックサック10ヤードのロスを奪っています。10ヤードロスしております。立命館森山高校フォースダウン。立命館森山高等学校パントせざるを得ません。さあいいパントではあります。リターンされる立命館宇治高等学校10番。リターンは3ヤードほどしかできませんでした。立命館森山高校フォースダウンはパントを選択。パンター0番久保井修のパントを立命館宇治高校リターナー10番林一からがキャッチ。ここで攻守交代です。さあ攻守交代しております。水分補給のタイムアウトにします。ここ水分補給をしてください。水分補給のタイムアウトです。レフリータイムアウトが取られております。半分となりました。今のドライブね慎重に行きたかった一方で勝負に出なければいけなかったというところでねロングパスシチュエーションになってしまったんですが
そうなるとやはりフロントがいかに長い時間持たせるかがキーになってきて、苦しいシチュエーションでありました。立命館宇治高校ファーストダウン10、入って3バイワン、立命館宇治高校ランニングバック27番出雲優斗のランプレー、15ヤードをゲインしファーストダウン獲得です。立命館宇治高校自陣43ヤードからファーストダウン10。立命館森山さんとしてはターンオーバーが欲しいところでありますが、ここまでランで詰められると苦しいか。再び27番、出雲選手に持たせる。立命館宇治高校ランニングバック27番、出雲優斗のランプレー。ゲインは5ヤード。さあ、ここまでランで詰められると苦しいか。立命館宇治高校、セカンドダウン5。さあ、どうだ、ここは立命館宇治高校クォーターバック7番小西左門のオプションキープ、しっかりとタックルしました。1ヤードのゲイン。タックルしたのは立命館森山高校ラインバッカー0番久保一周でした。立命館宇治高校サードダウンの攻撃、ファーストダウン獲得まで残り4ヤード。立命館森山さんとしては止めておきたいところ、ここもランでくるが、よく中央を捉えました。0番久保一周選手、ゴールキャリーしました。立命館宇治高校中央へのランプレーを試みましたが、立命館森山高校ラインバッター0番久保一周がタックル、ノーゲインに抑えています。ノーゲインで防散を、立命館宇治高校ファーストダウン獲得まで4ヤードを残し、フォースダウンの攻撃です。ここで攻守交代です。立命館宇治高校フォースターの攻撃はパントにより攻撃権を放棄。パンター3番井口空のパント、立命館森山高校リターナー21番磯部リフトが約5ヤードリターン。サボロン自身の27ヤードよりバースターでの攻撃、立命館森山高校自陣27ヤードからファーストダウン10。試合終了まで残り2分46秒。パスインコンプリート、パスは不成功です。はい、大輝選手ですね、失礼いたしました。パスが不成功でしたのでゲームクロックが止まっています。25番の内野聖雄選手です。さあ、セカンドアンテナとかあります。立命館森山高校セカンドダウン10。さあ、セカンドアンテナ、パスインコンプリート。立命館森山高校サードダウン10。こちらで口頭で、お伝えしておりますので、現在サードダウン10、残り2分30秒となっています。さあ、パスを投じる、キャッチしましたが、立命館森山高校クォーターバック7番亀山明人からワイドレシーバー81番坂井優斗へのパスが成功。
ツ20秒を切りました。さあ、フォースアンツジャンプ試みるが、立命館森山高校パスでパスタン、立命館森山高校高等バスケットボール団片山明人からワイドレシーバー81番坂井雄大のパス成功、新たにパスタンケパスタリと探す、立命館森山高校パス成功、ファースト立命館森山高校クォーターバック7番金山明人からワイドレシーバー81番坂井雄大のパスが成功です。サイドライン終わっていますので、さあボールは48ヤード、さあ試合残り時間立命館森山高校敵陣48ヤードから新たにファーストダウン戦、立命館森山高校パスはインコンプリート、不成功です。さあセカンドダウン点へと変わります。立命館森山高校セカンドダウン点、時間1分50秒となっております。1分50秒セカンドダウン点、ボールを持ってきて48ヤードの攻撃、パスされた探す、ここは再び酒井選手のパスが成功しております。立命館森山高校パス成功、ファーストダウン獲得、ワイドレシーバー81番酒井雄大のパスでした。36ヤード、試合に来る時間1分45秒、時間が回る、ここでパス81番酒井選手、そのままサイドを割っていく、パスインコンプリート、パスは失敗になりました。パス失敗して時間が止まります。1分36秒、パスが不成功でしたのでゲームクロックが止まっています。試合終了まで残り1分36秒、ねえ、坂井選手いい選手ですね、キャプテン。あとね、結構ね、立命館森山高校敵陣36ヤードからセカンドダウン点、あ、時間ゲージ修正入りましたね、ようやく戻りました、残り1分36秒、さあどうだ、クワタが来たら選手キュービーサックです。サックしました、立命館宇治高等学校96番キャプテンの東條直選手3年生、チームタイムアウト、チームタイムアウト、立命館森山高校後半1回目、さあここで立命館森山高等学校が後半1回目のここで立命館森山高校後半1回目のタイムアウトの要求です。先ほどクォーターバックサックをしましたのは立命館宇治高校ディフェンスライン96番登場の方でした。さあこれは20ですかね、おそらく、立命館森山高校サードダウン、カメラワークよくて見やすい、さすがですね、やはりドラカイスチャさんはプロです、ね、さあ金山選手腕で合わせて0番金山選手よく取った、立命館森山高校パス成功、パスダウン、立命館森山高校クォーターバック7番金山明人からラインバック0番久保井俊英のパスでした。新たにバースダウン点、さて23ヤード縦パス一線、どうだ、パスカットされて、パスインコンプリート、立命館森山高校のパスは立命館宇治高校ディフェンスバック10番林力がパスカット、林力選手がパスカットしています。立命館森山高校敵陣23ヤードから2回目の攻撃、セカンドダウン
ウンテン。3ヤードスナップが少し乱れて金山選手ちょっと苦しい時間続きますね。さあ3アンテとかあります。1-3-3惜しいというね。立命館森山高校サードダウンテン。それとも立命館西が完封するか。立命館森山高校パスインコンプリート。パスは失敗。立命館宇治高校ディフェンスライン96番登場ナウがリフレスト、パックを叩き落としました。登場選手どこから見えてきたんだ。さあ、5点もちろん立命館森山高校フォースダウンラストダウンです。パスインコンプリート。ここで攻守交代です。立命館森山高校フォースダウンでプレーを選択。パスを投げましたがこのパスは不成功。4回の攻撃が終了しましたので攻撃権は立命館宇治高校に変わります。立命館宇治高校自陣23ヤードからパースダウンテン。試合終了まで残り50秒。立命館宇治高校中央へのランプレーでしたが立命館森山高校ディフェンスの集まりがよくノーゲイン。立命館宇治高校セカンドダウンテン。立命館宇治高校ファーストダウンテンです。ランニングバック27番伊藤優太のランでした。そしてこのまま時間が流れて試合が終了です。ご覧の通りこの関西高等学校アメリカンフットボール関西大会は21-0で立命館森山高等学校がまずはこの準決勝を制しました。試合終了です。試合終了となりました。要所要所でね得点のチャンスはあったんですがやはり立命館宇治のディフェンス特にフロントが強かったですね。ご覧いただきましたようにドライブの試合しかし素晴らしいゲーム。第52回関西高等学校アメリカンフットボール選手権大会準決勝立命館宇治高校対立命館森山高校の試合は立命館宇治高校20点、立命館森山高校0点で立命館宇治高校が勝利決勝進出となりました。
さあそして帰ってくるは勝利いたしました。兄弟校対決を制した立命館宇治高等学校、彼らの声も聞いてみましょう。選手の応援ありがとうございました。勝利いたしました立命館宇治高等学校はこの後ですね MK タクシーフィールドエキスポ、この後午後3時から、15時から、試合が予定されております。高槻高等学校、大阪3位の高槻高等学校対兵庫県1位の関西学院高等部の準決勝の勝者と決勝戦を争うことになります。こちらですね。さあ本日このゲームが最後の勝利となります。そして、決勝戦は6月18日です。決勝戦は王子スタジアム、11時からとなります。ぜひ皆さんこちらもご覧いただければと思います。勝利しました立命館宇治高校は決勝進出です。決勝戦は来週6月18日11時キックオフ、場所は王子スタジアムで行われます。対戦相手はこの後の第2試合、関西学院高等部と高槻高校の勝者となります。ではまた次回のライブ配信でお会いいたしましょう。決勝戦もぜひ会場に足をお運びいただき、熱いご声援をよろしくお願いいたします。